ながら、なんとかできるかなと思いまして、やってますが、今日はできてるんでね。今日はビガンシュと綺麗なお方がいっぱいで、嬉しいですね。ね、最近メガネ買いましてね。メガネ外すと見えないんですよ。さあ何の話しようかな。こう言ってられないと考えてるんですよね。何しようかな。まあ、ロビシケというのはこれもちろん芸名ですので本名ではないです。で、人の名前と様々ありましてね、一番短い名前っていうのは、横一本。1とか言って、これが2の前。2の前だから、こっちサールの名字です。珍しい名字です と、小鳥が遊ぶとか言って、高梨さん。高梨大将では小鳥が遊べるとですね。本当ですか？本当にある名字です。で、今までで実際確認が取れている一番長い名前というと、藤本太郎左衛門の章時吉11文字、これが実際いたと確認されている章の名前で一番長い名前です。で、世界を見ます と、アメリカのノースカロライナとかいう下上署の地名のところに住んでいたといわれる、サマーリさんという方が、3000文字、3000字じゃないです、3000文字です。端から端まで言うと3時間かかったんですね。これを皆さんにお披露目しようかと思いましたけど、覚えてません。インターネット探しても、その長い名前出てません。そういう名前があったというのが出てますね。この方はね、世界中のいろんな偉い人の名前をこう次々こう付けたんですね。で、そうなってます。その他には昭和天皇とか、日本の偉い人とかの名前もあったそうです。というふうに書いてありました。昔はですね、名字の名前が変な名前、前何回もいましたね。悪魔ちゃんです。あれはもうダメだったんですよね、だからね。で、今なんでそういう字を書いてそう呼ぶのっていう名前もいっぱいありますけどね。昔は名前をつけるというと、大体里のおじいちゃんおばあちゃん聞くとか、一時もらうとか、あとは昔まだ江戸という頃には辻々に占い師が今いらっしゃるので、その占い師さんにこう聞いてどういうのがいいかね、聞きたいですね。今みたいにこう生命判断の本とかありませんが、あとはお寺のお坊さんが名付け親になったというのがよくあったそうです。言われ聞いた。血みてえだな。おかん起きろ。なんですか、こんな夜中に。ガキのふくだって餅みてえで言わなきゃいな。でもあれだな、こう見てると、こう一日一日たくましくなってくるな。この分じゃ、明日あたり立って歩くな。明後日にはこうひげが生えるな。じゃあ、一緒にこう酒飲めるな。何バカなこと言ってんですか。この子はね、この子は、明日お七夜なんですよ。お七夜なんだそれ。あ、わかった。手柄を連れて、馴染みの七夜に一緒に行くんだ。これが、一度手柄です。親子ともども、末永くよろしくってな、挨拶するんだよな。バカ、ほんとバカだね。お七夜ってね、7日目の夜って言うと、名前をつける番なの。仲いい名前ないかな。あ、そうなの。名前つけるんだよな。そうだよな、いつまでもこう、うちのガキとかこう、せがれと言いにくいよな。名前な、八五郎だからな。
なんだ、八五郎のせがれで黒九郎がある。黒九郎。あたしはやだよ、そんなの。なんでこう苦労に苦労を重ねるんだよ。ダメ、そういうの。そうか、いいと思うんだけども、どういうのがいい。私はね、この子に長生きしても達者でおまんまに引っ張りができる、そういう名前がいいんだけど、なんかないか。ないか、ってわけもな、どうすんだ、黒黒ダメなんだろ。あー、思い浮かばねえ。お前さん、お寺の和尚さんに、ね、名前つけてもらったらどうだ、うん、和尚に、あの僕たちの和尚にか。ダメだよ、俺あの和尚嫌いだろ。俺ガキの頃いたずらして、あそこのでっかい滝の木あるか、あそこに縛り付けられた。3日間だよ、3日間。それら、おしょの顔見たくない。行きたくない。それにな、大事よ。お寺の坊主に名前付けてもらったの。官僚みたいなもんじゃねえけど。どんなの年寄りにどうすんだよ。バカなのお前さ。お寺のおしょさんだな。あんたより何十倍も頭がいいんだ。いい言葉をいっぱい知ってるんだから。あんたが考えてる。よっぽどいい名前つけてくれると思うんだけどもね。どうだ。なんか気乗らねえな。お前さん、父親としての初仕事だよ。ん？何？父親としての初仕事？分かった。行ってくる。ちょっと待ってください。待ちなさい。今はまだ夜中だから。明日朝になったら行っとくね。ああ、そうかそうか。分かった。ということで、落語の世界ではカラスがカードが鳴くと呼ばれています。カラスがカードを鳴いて朝になりまして、おっかい行ってくるとご飯もそこそこに出かけましたね。あ、かまぼくで、ここだここだ、久しぶりだな。おしょう、クソおしょう。おい、クソ坊主いるか。はい、誰だよ、そこからプツマと言ってんのは。あったか。どうした、そんな一席来て。弔いか。あら、くそ坊主、弔いって喜びやがんな、この野郎。違うんだよ。あのうちのガキのせがれのお坊ちゃんが、お前だろ。おう、聞いとる聞いとる。でな、お前に名付け親になってもらおうと思うけど。おう、拙僧は。ああ、お前のためになるんであれば、骨を。で、どういう名前。なんでも長生きできる名前がいいらしいですかね。長生きか。うん。だから、鶴は青年というか、鶴之助、鶴太郎のことだ。千年。千年しか生きないの、強さがね。もう少し長いのない。千年でも不足か。では亀は万年というからな。亀吉、亀太郎ってどうだ。万年しか生きないのかもしれませんがね。ああ、万年か。俺よりも先に死ぬのか、そのせがれは。お前は何年生きるつもりだ。しょうがない。どういう名前がいいんだ。あ、うちの考えたらいいんだよね。食いっぱぐれがなくて長生きていて、死なねえような名前がいいらしいですよ。こう限りがあるって、なんか嫌だな。ないのないですかね。うん。限りがないのか。何がいいかな。うん。そうだ。阿弥陀様の偉いお経の中に、無量寿という言葉がある。無量寿では、語呂が悪いからさ。寿衍無という名前がある。ジュテーヌ。お前はいつの時代だ。なんていうか、言葉に限りなしとかさ、めったいだもん。めったいですね。じゃあ、あとなんかありますかね。
これもな、東京の中にある五香のすり切れというのがあった。ごぼうのすり取り、ごぼうではね、五香をだ。香というのは時を表すような、一香というのは五里四方山、岩山、三千年に一度天女が降りてくる。だから天女の薄い羽衣というので天井が生まれてくる。そしてその岩山が擦り切れて、なくなるまでが一個。まあ、それが5つだから果てしない時はありますか。何ですか。あと何ですかね。海砂利水魚というのは知ってる。あの今クリームシチュー漫才師ではないです。海砂利水魚というのはこう海の中の砂利、また海の中の魚のように数限りないというか、ああ、クリームシじゃないですか。あとは、あとか、あとは食う寝るところがあれば人はいいと。あとは、といっていっぱい考えてもらいまして、ね、紙に書いてもらいまして、別に持って帰ります。おっかん、おっかん、返してもらった。これ？そう？あら、いっぱい書いてあるわね。何この受テーブ？あ、俺も言った、それ俺も言った。俺も言うと思った。それだ、なんか何なんでもなく、ジュってケムケムするんですね。わかんねえ。わかんねえ。5個のすり切れって、なんでも、なんでも長いんだって。それだけ。そうね。で、これどれにするの？どれにするって思い決める。私決めるったって、その言われっていうのよくわかんない。お前さん決めてよ。バカだね。俺、江戸っ子だよ。こっちから聞いたもんがこっちから抜けていくんだよ。覚えてるわけねえだろ、お前決めろよ。だって私分かんないもん、あんた決めてよ。パー。あれだな。全部つけよ。全部それ全部つけるの？うん。どうせよ、もう後から、ちょっと決めたってよ。後からの、やっぱりあっちが良かったとか言い出す、絶対な。全部つけよう。で、これでついたのが、十元無五香のすり切れ、海砂利水魚の水魚松、村井松、村井松、食う寝るところに住むところ、矢倉工事の倉工事、パイポの修理岩のクリネ、クリネのポンポコピーのポンポコナーの長久名の長介という名前がつきまして、子供が生まれますと、おじいちゃんが孫の顔を見に来ますね。ああ、これか、うちの孫は。高いでもしてあげようかな。高いってね、短いからいいですよ。はい、叫ぼう、高いってやるから喜ぶんですね。はい、10年も、ごっこのせりきれ、大体に水牛のせりをおじいちゃん、下げますね。近所のおばあちゃん来ましたね。これか、この子か。私は、これが名前か。間違えると悪いから、これ読ませてもらうな。十元無、五香のすり切れ、海砂利水魚の水魚松、雲来松、雲来松、くんでるところに住むところ、矢倉工事の倉工事、パイポチまあ、めでたい、ありがたい名前をいっぱいつけましたので、すくすくと、怪我一つ、病気一つせずに育ちまして、小学校に入る頃になりますと、お友達が迎えに来ます。はーい、十ゲーム、五個の修理機で、
はい、砂利水魚の水魚待つ、フライ待つ、船るところに住むところ、ラブラ工事のブラ工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのクーリンダイ、クーリンダイのポンポコピーのポンポコナの直球目の長介ちゃん、かっこいこう。あ、たけちゃんおはや。お宅の名前に近くていいわね。一緒に行くの？一人で行かない？どうしても一緒に行くの？まだ寝てんのよ。起こしてくるね。これ10ゲーム10ゲーム5個のしりきれ海底にしりきれ修行松胸松風胸松くれるところに住むところやぶら工事のぶら工事パイポパイポパイポの修理が修理がのクリーネクリーネポンポコピーのポンポコの長期も長期や起きなさい。これ10ゲーム10ゲーム5個のしりきれ海底にしりきれ修行松胸松風胸松くれるところに住むところやぶら工事のぶら工事パイポパイポパイポの修理が修理がのクリーネクリーネのポンポコピーのポンポコの長期も長期や起きなさい。これ10ゲーム10ゲーム5個のしりきれが来ますと奥からおい、朝っぱらからうるせえな。何やってんだよ。あ、お前さん、お前さん。あのね、うちのね、10ゲーム、10ゲーム、5校の地域で、海底に新魚、水魚町、村山町、村山町、9年のところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポ、パイポ、パイポの修理が、修理がのクリーン台、クリーンのポンポクビール、ポンポクの長期目、長期がね、起きないのよ。なんだと？うちのジュニーム、ジュニーム、五校の地域で、海底地区の地域町、村山町、クーネルところに住むところ、矢倉工事のブラ工事、パイポ、パイポ、パイポの修理が、修理がのクリーン台、クリーンのポンポクビールのポンポクの長期目、長期が起きないというのか。おしばかって俺が起こしてやろう。ほら、ジュニーム、ジュニーム、五校のお地域でやってますと、俺の方が、たけちゃんが、おばちゃん、学校終わっちゃった。いいぞ。いやー面白い、何回喋ったんですか今の、ね、分かりません。これ用途でも何回でも続けてますけど気持ちがすごく見えるんですよ。ハードオフで2000円でしたでね、去年1年間来たんでね、もうクリーニングしたいかなと思ってクリーニング屋さん持ってったらね、7500円って言ってました。知ってると思ったので、いいって言えずに、負けてって言われましたけどね、あと3着買えたなと思いながら。